はい、皆さんこんにちは、江澤です。モルディブから帰ってきまして、今日は4月の11日かな、不動産の鍵の引き渡しですね。グラントっていうね、物件、これもう1個売っちゃったんですけど、その2つ目ですねが完成して鍵をもらいに行きます。今日はですね、ちょうどレイ君とイナちゃんのお迎えの時間にバッティングしてるので、自分でロールスロイスを運転して行ってきたいと思います。またモルディブでね、一段とね、取って帰ってきました。もう開き直ってる状態ですね。そして顔がね、黒くなったという感じです。じゃあ行ってきます。はい、無事に着きました。ブルジュハリファーが、本当ね、この家が今年戻ってくるんで、リーガルノーティスっていうのを出して出てもらうんですけど、それでも出てくんなかったりとかあるのかな。でも相手が、ね、弁護士さんっていうからね。お、なんか工事をします。でね、いつも動画撮るときはシグネチャーオフィスじゃなくて左の一般のところなんですけど、今日は直接シグネチャーオフィス行っちゃいます。 VIP ですね、 VIP ルーム。そうすると待ったりする必要ないですよ。担当とアポイント取っててねって感じなんでね。なんか人がいっぱいいるね。はい、ここの2階に、あ、そういえばここだ、タムリークっていうところで前売却の移転登記した。ここの、はい、2階に、あ、その前にちょっとトイレ行こう。はい、ということで中はね、そんな取れないと思うから、入り口までにしときましょうかね。海外のニュース、こっちか、こっちですね。ここがシグネチャーオフィス。じゃあこれ、ここで中は取れないから。はい、ということで無事に終わりました。あとでね、物件の中で物件これから見に行くんですけど、いつも通り鍵とか支払い証明とかいろんな書類ですね。それとね、ちょっと衝撃的だったんですけど、いつもコーヒーメーカーでなんか10万ぐらいするとかなんとかって聞いてたんですけど、なんとですよ、こんななんか安っちいものにね、変わってました。湯飲みみたいなのと、なんだですかねこれね、なんかのカバーみたいな、それと水筒みたいな、もうところもなんかよくわかんない。超残念なんですけど、コーヒーメーカーいっぱい余ってるんですけど、コーヒーメーカーが良かったなと思って。でマールの本当にノベルティみたいな感じになっちゃったね。これはもう確実に安いですよ。なんかさ、こう世の中のサービスってさ、 MR もさ売れまくってるからさ、もうドバイのデベロッパーリッチでしょうがないからね、潤って潤ってしょうがないから、そうするとさ、なんかサービスが悪くなる気がするんですけど、忙しくなったりするとね。それよりさ、なんか不動産が売れてない時の他の方がさ、なんか一つ一つ丁重でいろんな特典もついたりとかさするようなね、完全にこの売り手優位市場っていうかね。はい、ということで行きましょう。これから物件を実際に見ていきたいと思います。いつもの場所ですね。いや残念だな、コーヒーメーカーが毎回増えるのが楽しかったのにとか言って使ってもいないんですけどね、コーヒーメーカーもったいない。まあこれは本当どうなんだろうと思った、もらった時。これアドレススカイビューね、かっこいいよね。スタンダードチャーターと HSBC があります。そういえばさ、この車いくらだっけ、200万300万、250万円とかさかけてね直したんだよね。アルミホイル変えて、エアサス変えて、いろんなの交換したんだよ。そしたらさ、燃費がなんか良くなったんですよ。本当に新車みたいな感じで乗り心地が良くなって、エアサスがもしかしたら燃費がすごい悪かったんですよ。リッター3キロみたいなぐらい悪かったのに、めちゃくちゃ長持ちするようになりました。本当ね、良かったですよ。これまだまだ全然乗れるんだよね。3万4000キロか、結構乗った方ですけどね。2016年4月に買ったから、ちょうど丸7年ももう経ってるからね。年間5000キロか。それでは今から物件に行きます。この内部は初潜入ですね。皆さんに見せるのはね、写真では載せてたんですけど SNS で。ということで、まあとにかく無事にね、今回もまた鍵をもらえたのが良かったです。行きます。はい、見えてきましたね。右側にクリックタワーっていうのがね、建つ予定です。次々にね、新しい物件作ってますね。ちなみにこうやって今撮ってますけど、画面一切見てないんで全然大丈夫です。
このアドレスの中にね、これ当たり前ですけどホテルなんでレストランがね入ります。入りますっていうかもうオープンして入ってるんですよね。だから資産価値が上がるんですよ。グラントはこれです。うちのタウンハウスからね近いっていう。2軒目なんだね、もうこの物件は。もうね1回来たことあるわけです。はい、ということで一応この荷物持ってこうかな。無事にね着きましたので行きましょう。普通のあれと違うんですよ、入り口が。入り口がねタウンハウスって言って、今回のはマンションっていうか、あの高いマンションの建物の中じゃないんですよね。ここが入り口なんです。すごい不思議。ザ・グランド G、 なんかほんとどこにいるのか分かんないね。駐車場です。これそこから入ってきたんですけど、今駐車場の突き当たり。よかったよかった、ちょうどね空いてるから。ほらほら、すごいっしょ。これは結構珍しいよ。うちはあっちなんですけど、右手ちょっと見てみましょう。 TH タウンハウス、ほらすごい広がってる。4、5、わうわ、これめちゃくちゃ長いね。なんかね6、なんていうの、本当にこの別の建物なんだよね、要はね。7、あれ、うち右手って言ったけど左だった、これだ。ちょっと奥に行ってみようか。9、んなんかいい匂いです。なんだこれ、どこに行くんだろう。ちょっと探検。10、11、12、私もこれはね今初めてです、この。ん、何これ。ああ、ここがゴミ捨て場だ。こんな感じか、ちょっと行ってみようか。おお、ほほほ、まだ本当に未使用って感じだね。13、ああ、こっちからも入れるからね、別に遠いとかはないのか、どっから入ってる。14、んまだある。これはもしかしてマンションの中にも繋がってるのかな。15、エグゼット、エグゼットってどこ行くんだろう。いやー、ちょっとこっち来たのはいいけど戻るのだる。タウンハウスって本当にこれしか買ってないんで、私楽しくてしょうがない。他は本当にマンションから。ほら見て、この一直線めっちゃ長い距離にこの3階建て1階2階、ルーフトップっていう構造、マンションを囲うように。いや不思議ですよこれは。まあ廊下も普通に綺麗だしいいね。はい、10まで戻ってきた。9、はい、でここ8。なんかうちのとこ電気切れてない、なんか暗いんだけど。さあこれで鍵がね開くわけです。このね相変わらずダサい鍵を。開いた。わお、はい、ということでエアコンがつきっぱなんですけど、はい、こんな感じです。入るとなんかドアが開けるとちゃんと閉めてるね。冷蔵庫とかがないです。ここは冷蔵庫がついてる MR の物件もあるんだけど、意味わかんないね。なんかいろんな、てかエアコンつけっぱにしなくていいんだよ、そんなに暑くないよね。いやー素晴らしい、本当にここ好きなんだよね。なんか家具入れたらめっちゃ良くなる。天井が高いの、本当に普通の MR の物件より。すげえ、ちょっとやっぱりここなんといってもね、この物件のすごいところはここバルコニーだから。でね、今日は天気が悪いんですよ、ほんと最悪。こんな日に撮影しない方がいいんだけど、バージが見えてるんですよ、あそこに。ちょっと失礼ながらお隣さんを覗いてみよう。もう人がいた、やば、人がいた。え、早っ、どうすんでんの、なんで
家具とかあったんだけど申し訳ありません。気持ちいい。でこうやってなってます。2階で屋上もあります。屋上はルーフトップ。ここね本当に広いんですよ。なんて言ったらいいんだろう、部屋と同じ大きさなんですよ。部屋よりもバルコニーの広いとかなんです。わかるかな、すんごい広いです。ここにマスターベッド作れますもん、このキングサイズの。それでここが普通のバルコニー、これでもでかいですもん。こっちはフェスティバルシティの方だね。アドレスサーバーポイントも見えてるから夜綺麗なんだろうな、これ光って。いやー気持ちいい。まだ全然暑くないですよ。今日は4月11かな。え、本当に好きこの家。なんか売りたくなくなってきちゃった。明らかに珍しいんですねこういうタイプは。天井がほんと高い。他の MR の物件はこの段差になってるところでしょ、そこれぐらいですもん。そうそうそう、それでも結構高いんですよ。この部分が余計に1メートルぐらいあるから。あれ隣はさ住んでるんじゃなくて工事、あこっちからは出られないんだから。まあでも出られなくていいね。え、なになにこの音、怖っ。私何もやってない。あ私が出たら止まったんだけど本当にすーげー、クリックが雄大。こんな感じです。すごい気に入ってた。珍しいっていうのはいいね。全部で15部屋か15個しかないから、こういう石造りとかもすごい好き。夜とか見てみたい。あーこれどうしようかな、使おうかなとか思っちゃうんだけど、オフィスにしたりしてもいいよね。あまあ私仕事そんなないけどさ、誰か会社みたいにしてももしよくない、ここだったら。でこれがまあいつもの配電盤。何これ電気つけっぱなんだけど、ちょっとやめてほしい。まあ綺麗綺麗、普通におしゃれ、なんだろう。この家、あここだ。ちょっと待って、面白いことが分かった。音がするんだ、風が入ってきてるのかな。なんかねこうやって開けるじゃないですか、音がなくなるんですよ。で閉めるでしょ、あれなんなくなった。ちゃんと閉めればいいんだ、隙間風が入ってきてるのかな、なんかよくわかんない。はい、ということで当たり、ほら閉めるとなるんですよ。何これ、うっさ、ちょっとエアコン止めよう。エアコンだね、やばすぎるやばすぎる、何かが起きてるよ。エアコンが本当にさ、こういうことあるんですよ。でも気づいてよかったですよ。もちろん1年の保証期間なんで直してくれますから。え、何何の線これ、こんななんか謎の、あこれか、これの線なんだ。もうちょっと隠してほしいな。これ何、ガスセンサーか。あーここに冷蔵庫買わないとね、使うなら。なんか教育費が無料の間だけ使おうかな。でもそうすると家具を置くことになるんで。ここ素晴らしいんだけどね、個人的に。家具置いてみようかな。なんかさ内装の会社をやると壁とかもやっちゃうから、それであればただ家具を自分で買ってみようかな。こことかにさ作ったらなんかめっちゃかっこいいわけよ。棚テレビボードか、ここが超大事なわけですよ。このくぼみの中に造作を作れるようになってるから。テレビはそっちなのかな、あれ。まあこういうのはだからそのインテリアデザイン会社が考えるんだろうね。でも
テレビの線こっちにあるからテレビここなんだ。でここにブックシェルフとかすごい豪華な棚作るとめっちゃかっこよくなるわけですよ。天井高いからすごい電気が大事ということで、じゃあいよいよ、どうやって作るのここは。ん、お、着いた。上に行きます。マンションの中に階段ですからね。こんな感じで上がってきてます。上がるとこんな感じになってます。もちろんさらに上があるわけですね。ここで消すことができると。でこっちベッドルームが2つついてます。はい、こっちのバルコニーが普通のバルコニーの広さだね。十分なんですよこれで。で広いですよこれでも。パラソルとか置いてレストランみたいにできるよねこれだったら。だって外でご飯食べるとかね。これがドバイのスカイラインですね。斜めってます。今日はスカイラインが一切見えない、超残念。これが見えてるだけで全然違うでしょ。写真撮った時はねスカイライン見えてました。1回オリエンテーションできてるんで2回目なんですけど。でいつもの MR の感じ。石かわいい。こういうのはなんか普通、どこのデベロッパーもこんな感じ。ちょっとダサいよね水回りはね。ぶっちゃけこれいいじゃん。見える。水も出てます。シャワーのみですね。こっちがだからセカンドベッドだ。で廊下に出ますと、さっきのところでしょ。もう一個、こっちはマスターベッド、まあ普通の大きさですね。こっちにもバルコニーがついてると。でここがマスターバスです。これをねヒーター入れるとこうやってつくとねお湯が出てきます。これはいいなと思った。ここのバスは結構なんかあれテレビに見えるけどね、テレビがはまりそうなものを置く場所だよね。これもマーブルもすごいかっこいい。バス大きい。外人さんが足が長いかな。いい。そしてこのまあ部屋の中はね普通だけどね。収納。これさぶつかんだよね。ちゃんと開けないと。なんかあんまり動きが良くない。なんかこういうのって将来壊れそう。今は大丈夫だけどもちろん新品だから。こういうのは日本の方がすごそうだよね。ちょっと私のせいじゃ届きませんな。届いた。ああ、しました。あらあらあら。なんかここは生活をするっていうよりもレストランみたいにできちゃうんですよ。私の中で。だってそうそう、リテールっていう扱いなんだもん。レストランになるんだよ。ご飯食べたりとか、本当にくだらないことをしに来る場所。別荘みたいに使う。売ったら金になるけどね。こういうところで遊びをするのも一つだよね。はい。でさらに上があります。あれ閉まってる。ひどい。どうやって開けるのじゃこれ。出直し。あ、そうそう、あとこれウォッシングマシン。すごい長いんですよ。こんなにいるっていうぐらい。こういうさ中途半端な面白い家をいっぱい買ったね私。中途半端っていうのは言い方あるけど、家族では住める広さではないじゃないですか。これは間違いなく。私奥さんレイケミラちゃん、新しい赤ちゃん、ノリアルマモタレルって言って、そういうところでいつも困る。使い道がないというか、ここかなって思ったんだけど、あった。ほらよし。落ち葉とかある。これ自分でやんなきゃいけないか。いやーこれ最高なんだよ本当。じゃじゃん、草。うわー本当に気持ちいい。すげーって感じ。ここまで来るともうめっちゃ高くなる。さっきねヤシの敷の目の前だったのに、たった2回上がるだけで。でね最高なのがここ、プールに行けるんですよ。
ルーフがついてないんだ、あっちの方の家はね。このお隣さんが最後だもんだって、ほら。で、これ超面白い。これ何なんだろうと思ってたの。じゃあただの飾りで何の意味もなかった。ここ、めちゃくちゃ広いよ。すごいよね。だってさ、この共有のエリアさ、使えるんだもん。こっから。だからこういうことでしょ？ほら、そうだ。ちょっと一回、差しっぱにしときますけど。で、こっからも入れちゃうから、すごい面白い。この家に住んでたら、あの、売った46階のドイツ人のオーナーさんに会えそう。このプールがね、素晴らしいんですよ。ちょっとね、あんまり映しちゃうとまずいかなと思ってね。まあ、こんぐらいにしときますけど、綺麗なママさんとお母さんがいますね。この棍棒みたいなの持ってると、勘ぐられちゃうかなと思ってさ、盗撮マンみたいな。でもしっかりお姉さん見ちゃったけどね。で、あそこアドレスに行けるっすもん。あそこレストラン入ってるでしょ。でさ、ここの目の前に酒屋もあるんですよ。うわ、インフィニティプールの内側。これ最高なんだよね、私的に。曲がってきました、プールもね。うわー、これが先端です。本当にクリックハーバーの。いやー、気持ちいい。なんか最近テンション高いな、私。一人なのに。あそこさ、行ったことあるけどさ、今閉まってるね。本当の最先端にまで歩けるんですよ。クルーザーも借りようと思えば止められるしね。まだまだこれからのエリアではあるけど、だからこそって感じだよね。ほんとグラントはさ、一番前に出てきてるからいいですよ、この海側に。どの物件も海にこう突き出してる感じないでしょ。海っていうか湖か、中に入ってるから。で、ここだってさ、アイランドの外周なんてほとんどないからね。これはすごいよ、ほんと。はい、じゃあ戻りましょう。共有部とかはもう映してあるからね。ここは初めて今歩いた。こんな裏側に来れるんだって思った。なんかここに住んでる若者とかいたらこういうところでお話しするのかな。よくわかんないけど。いや、このさ、プールが使えるのがいいの、本当に。プライベートプールじゃん、これだったら。こっからさ、ここですよ、この距離。ここ。で、これもうそこうちだから。なんかこっちはあれなんだね。デザイン上の話かな。トップがない方がいいかな。まあ、見晴らしはいいね。でもまあしょうがないね。そんなこと言っても、なんかデザイン的にこうやってジグザグになってるからさ、その分ユニットがどうなってるか分かんないから、さすがにここは閉めとく。ここにパラソルとか置いたりするわけですよ。バルコニーソファーセットとか、夜とかシーシャとかしたらめっちゃ気持ちいいでしょこれ。だってやっぱお店みたいに使うんだよ。シガー吸ったりシーシャ吸ったり、お酒飲んだり、バーベキューしたりだよね。バーベキューコンロを用意して。かなりだって広いもん。普通に20人ぐらい入れます。ちょっとまあ狭くはなるけど、十数人は余裕だよね。やっぱ特殊重工いいな、本当に。面白い重工って。だから部屋にプール付きのマンションとかさ、パームとかにある。高いけどね。そういうのがやっぱ今これから買うならいいな、興味がある。もう普通のマンションは買わないな。特殊重工がいいね。ペントハウスとかさ、プールが庭についてるとか。マンションにプールついてるよ。マンションのバルコニー。いや、涼しい。でも涼しくしといた方がいいかな。本当にバルコニー、バルコニーだらけだね。お、見えるようになってきた、なんか。よし、じゃあ電気は消して。エアコンはどうしようかな。こっち消しよう。そこを消して。なんか二つあるってことは、外。あれか、足元ライトだ。夜来てみたいな。夜来てみようかな。それで今日の説明でございますが、まずカードですね。パーキングが1個1台 B156 で決められてます。で、1枚はカードとアクセスキーと、その要は2役マスターカードになります。もう1個2つはアクセスカードのみです。だからマンションのいろんなドアを入り口とか開けたりする時のね。で、これにだけ1台にだけパーキングの出入りも可能にできる。3枚ですね。3つアクセスカード。うち1枚パーキング付き。で、いつものキーホルダー。あ、いつものめちゃくちゃダサい鍵。そして、USB の中に、このマンションの説明書みたいなね、いろんな情報が入ってます。次が、アパートメントハンドオーバーチェックリスト。何がありますよ、みたいなね。で、次が、こちら。2013年4月11日。ですね。で、こっちはパスポート情報が載ってるんで1枚は伏せますが、説明書で
これはチルドウォーター、エアコンですね。エアコンを開設したセキュリティデポジット。リファンダブルなんで返金できるよって。私返金してもらってないんですよ、売っちゃった物件も。はい、これが何より大事なサーティフィケートオブコンプリションペイメント。361万2888ディルハム。およそ1億3000万円ですね。レートによって、日によって違いますけどね。で、これはタイトルディードの申請費用500ディルハムです。はい、1万8000円ぐらい。これ1億3000万。だからこの家は1億3000万円って感じです。これは6万円とか。チルドウォーター。で、これは契約書です。ちょっと情報入ってるから。SPA と呼ばれるやつね。こういうやつ。まあ、これが大事ですよね。もう大事ではないんだけどね。1億3000万円払っていましたよ。タイトルディールか。登記簿に入るからね。その登記簿が重要だよね。権利だよね。これを売るんだけど、もし売るなら気に入ってるから520万とかでリストしたい。で、まあ、加減で490万とかかな。ビーチビスタと同じぐらい。ビーチビスタを MR、ドバイハーバーで買うのと、クリークハーバーのこういう非常に数が限られたね、ユニットを同じ値段で買うのと、新しいバイヤーオーナーさんはどっちがいいかな。ドバイハーバーの方がやっぱ人気あるのかな。これはね、売るの大変なんですよ、多分。なぜかっていうとデータがないんで、お客さんも気に入る人はすごい気に入ると思うんですけど、比較がないんですよ。売買の制約事例とかも少ないから。本当にいいお客さんであるかだよね。520万ぐらいで売りたいけどね。520万っていうと、2億円とか、うん、そうすると7000万ぐらい利益出るんだけど。まあまあ今の考えですね。もうちょっと考えますけど。ということで、ちょっとは綺麗になったかな。はい。ということで皆さん、ちょっと逆光かもしれないですけど、今日はザ・グラントっていう物件のタウンハウス G08 の、ハンドオーバー及び物件をお見せすることができました。また皆さん、さようなら。こんな感じでの場所です。バイバーイ。バイバーイ。猫がいる。ママ。うん。ねえ。ねえ、どれが好き？あ、これ。あ、ブラウンの？あ、タイガーみたい。え？本当だ。あ、かわいいね。これホワイトの、普通のホワイトが好き。かわいいね。タイガーにそっくり。ブラックのいいじゃん。かわいいあれ。ハワイクリークといえば、フラミンゴなんでフラミンゴ来てきます。モルディブで買ってきて超面白いでしょ。エジデンス、あー綺麗。 OK、 すごい綺麗。めっちゃいいね。やっぱアドレスっていいな。The restaurant、 あの MR のやつだね。はい、トゥリー。アドレスが入ると全然いいね。しかもバージが見えてるレストランから。何見てるのかな。レイ君、この子、うん、サンキュー。いやーすげー。今アドレスのレストラン来たんですけど、めっちゃかっこいい。すごい、これがすごい。いやアドレスが横にできたの、これ超でかい。めちゃくちゃ綺麗、本当に。すごいね。本当に綺麗だね。いやアドレスが横にあるからいいわ。今からこのちびっこトイレに連れてきます。ターンレフト、レイ、ここレイちゃん髪の毛がなくなってかわいい。かわいい。ねえパパ、誰か歌ったら声出てる。ほんと？パパ見て。どこで？あ、上でね。あ上でタコみたい。あ、こうプールだ。
いいよ、行ったら行こう。うん、両方レジデンスかな、わかんない。左ホテル、うん、これがかっこいいんだよね、遠くから。ニャオ言ってる、ニャオ言ってる。パパンチ行こう。あれフェスティバル、そうそうそう、その通り。泊まったことあるからね、朝のご飯食べ行った。行こっかね。あ、これだ、グラント。ドバイクリークハーバーの夜、初めてだ。かっこいい、ザ・グラント来ました。目の前にスーパーがあっていいよね。でさ、そこの隣には酒屋があるんだよ、あのドバイヒルズの。で、これがマンションなんだけど、こっからは入らないの、このお家は。そう、これこっちがロビーっぽい。うん、そうそう、ロビーから。わお、これが夜景です。これが撮りたかった。上行ってみる。ルーフトップ。あ、2個部屋で上に、うん、で、ここがすごいの。バーベキューとかさ、シーシャのソファーとかさ、だから家具がないとあれだ。で、ここいつでもプール行けるわけよ。え、なんか鍵。ああ、そうだ、パパ鍵持ってこなかった。これ下まで行くの。鍵取ってきます。鍵を下に忘れたよ。で、右キッズエリアとかがいっぱいあって、こっちプールがある。そうそうそう、インフィニティ、あっちに水流れる。そうだね、これがすごすぎるんだよ。ここはすごいよ、結構今までの中でもトップクラスかな。あ、パパ見て。あ、何？キッズの、そう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 、キッズの、キッズのプール。ここが楽しいよね。うん、ここはすごい。うわ、すごい綺麗。うわ、やば。うん、これすごいね。え、なに？サボテン。サボテン？本当だ。ピクってなるんだ。うん。みんななんかいろいろバーベキューとかしてる。ほら。あ、で、ワンワン来たよ。びっくりした。茶色い物体なんで？うん。なんだよ。ドッグエリア。うん。うん、本当だ。ママ入らないんじゃない？お腹立ってはいけない。あ、そうか、うん、本当だ。はい、ちゅーちゃん、押さえてないと頭が痛い。キッズエリアで遊ぶレイク、難しいね、これね。結構怖いね。ファーストタイムだしね、レイも慣れてないから。パンチはストロングなのにさ、レイちゃん、それはまだ。振り子の真似ができてない。ああ。
いいよ、ゆっくりでいいよ。そう、そこで一回やって、そう、そしたらブランブランって、こうやってさ、こうやって前後に揺れてこうやっていかない、うん、いいよ。あーね、テニスコートもあるから、ここはすごくいい。これがアドレスの脇道だ。こう考えるとこのタウンハウスはやっぱいいよ、絶対に。ファイルスカイラインが見えてるからね、気持ちいい風が。一人でできるかな、あれ。あ、いけ、パパ見てる。あ、いけ。お、すごい。お、すごい。すごい、すごい。お、すごいね。あ、いけ。あ、いけ。あ、ちょっと、ちょっと、そっか。パパ重すぎた。そこでなんかやつは隣の人も来たらこんにちはって感じ。そうだね。そこからちょっと気まずいんだけど。じゃあ今日は、夜景を見に来ることができました。新しい家の。レイ君ありがとうね。楽しかった。あ、じゃあ奥さんも大変なのにありがとうね、来てくれて。じゃあねみんな。バイバイ。バイバイ。